こんばんは。またもや夜になってしまいましてですね。本当はもうちょっと早く外に出る予定だったんですけど、もう今夜の7時を回りました。で、とりあえず今日は今、水戸駅の隣駅にいるんですけど、まあ、一旦歩いてまたそっちの方に向かっていこうかなと思います。そしてまた例のごとく会社のねウォーキング大会のために歩数を今稼いでおります。大絶賛なんか今日がちょうど中間、そのウォーキング大会がある期間のど真ん中の日だったんですけど、まあそれなりの成績だったんで、ちょっとここから後半にかけて頑張って歩数稼いでいきたいのと、多分僕がどちらかというと歩いてる方なので、なんかもうちょっと頑張って。まあなんか途中サボっちゃって、こう全く歩いてない日とかあってですね、平均歩数が1日1万を切っちゃってたので、まあせめて平均歩数1万に乗っけたいなと思ったんで、まあ歩けるときにしっかり歩いておこうかなと思います。本当は毎日コツコツ歩いた方がいいんでしょうけど、家で仕事してるとなんだかんだ1日引きこもっちゃうことが多いので、まあ今日は頑張って歩きます。で、ただ、マーベルのスパイダーマン1のゲームの方をちゃんとクリアしようっていう風にしてて、連日ちゃんとやりますっていう風に宣言しちゃったんで、9時ぐらいまでには家に帰りたいかな、なるだけ。なので、まあ今から歩いて2時間ぐらい水戸駅まで行っていつもの散歩ルートに戻って帰るぐらいだと思ってるんで、まあちょっとここから頑張って歩きます。で、今前方の音声撮ってるんですけど、例えば、こんな感じで後方にカメラを向ける。まあ、普通にぐるっと180度回ってもらって、僕の方にカメラを向けるパターンで今撮ってるんですけど、なんかこの時の音の撮れ方がちょっと違う気がしました。なんか急に音質変わったなって感じがあったんで、どうやらフロントで撮ってる時と背面撮ってる時は、なんか、マイクの設定が内部的に変わってそうな感じがあります。なので、編集するときは一応それに気づいたので、そこだけ一回そのカットをして、で、こう音圧レベルを調整し直すみたいな、そんなことやってました。さて、僕の Vlog を我慢強く見ていただいている方なら、もしかしたら察しがつくかもしれないんですけど、この川、僕が普段、散歩コースにしている時に水戸駅に入る直前で渡る川です。それの今回は東側のそんなに大きくないタイプの橋を渡って移動しています。多分ね、ここからでも見えないぐらいね、すごい遠くなんですよ。あ、また荒の方向見てる。センター来た。よしよしよし。そう、たまにねこうやってねどっか行っちゃうんですよね。はい、多分ね、ここから全然、今これ川の上ですけど、全然見えない。しかもなんか、なんでしょうね。そこそこ大きな川なんですけど、この橋の安心感のなさ。本当に、大丈夫？これだけしかないですけど、大丈夫？はい、そんなところを今、通っております。しかもね、こっちね、ちょっと今日散歩道失敗したなと思うんですけど、まあ、行ったことないから行ってみようと思ったんですけど、まあ、地図で見て予想できる通り、本当に何にもない。本当に何にもない。何にもないどころか、諦めがついちゃう。その、帰るにも、もう、ショートカットできる道ないんですよ。こっち側。ほぼ道一本だ。だからもう、しかもなんかちょっと前のところで、ちなみにあとどれぐらいかかるんだろう、水戸駅までどれぐらいかかるんだろうと見たら、僕の目算完全に誤ってて、ちょっと前の地点で1時間ぐらいかかるって書いてありました。だからもう2時間半ぐらい今日多分歩きます。はい、完全に目算を見誤ってしまいました。まあでもしょうがない。逆に今日は昨日よりさらに暗い条件で撮れてる気がするんで、まあいいベンチマークが撮れたと思って。まあただからぐれの素材としては最悪な気がしますね。はい、今水戸市に入りました。ズーム。はい、水戸市です。まだまだこれどこやねんっていうところを歩いております。もうね、多分昨日より圧倒的に暗い。
全然昨日の環境だと甘かったです。これで取れてこそもう余裕と言っていいはずっていうところしか今日は歩いてない。もうそれぐらいね、今日は散歩コースミスってます。反省してます。まあでもいいんです、もういいんです。会社帰りに2時間半かけて歩いて家に帰ってもいいんです。なんだったら MacBook Pro も持ってるし、会社の PC も持ってるし、 Meta Quest Pro も持ってるし、明らかにバックパックが3キロちょっとぐらいありそうな雰囲気があってもいいんです。もう元気なさすぎて 7CR 取り出す、本当にその気力すらも疲れててもいいんです。帰りつけば。まあでもですね、今回のこの散歩、まあいいとまではいかないんですけど、しょうがないかなって思う部分も実はあって、12月の頭ぐらいにちょっと会社のなんかバスケットボール大会に誘われまして、流れで若手チームで出ることになったんですね。軽いノリで受けたんですけど、声をかけていただいた先輩社員の方がどうやらあのバスケの免許も取得するぐらいなんかキレキレで昔プレイしてた人みたいで、まあ足を引っ張る雰囲気しかなく、まあただでさえしかも運動不足が最近たたっているアラサーの私ですから、まあ普段からこうやって普段の中からも歩いて体を鍛えておけば最低限怪我だけは防げるんじゃないかなと思うんで、特にね膝と足首絶対やる気がするので、今のうちにねウォーキングで鍛えて、まあ戦力にはならないまでも怪我はしない気がするんで、よしとします。なんか3週間後ぐらいに人間ドック僕あるんですよ。人間ドックじゃない、健康診断あるんですよ。自分でもわかるぐらいにちょっと太ってきたなってのは感じてるんで、そこでの数値が良くなってほしい。本当に今回のこの散歩、連日の散歩で写真撮る、フォトオークがてら散歩に出てラーメン食って帰ってきてるから、多分チャラどころの話じゃない気がするんですけど、あ、電車が見える、やった。まだちょっと駅に近づいてる感がある。いやでもな、今日なぜか朝からお米 1.5 合も炊いたんですよ。で朝ごはんで多分 0.5 合ぐらいしか消費してないんですよ。残り1合どうしよう、家帰ってご飯食べるか。でもこの感じだとちょっと水戸駅で、まあ多分ギリ間に合うと思うんですけど、ラーメン食べれるんじゃないかなって。8時台に着けばラーメン食べれるから、我慢の限界でラーメン食べちゃうかもしれない。家系食べて全部チャラにしちゃうかもしれない。まあのこっから地図で見る限りなんかもう取れ高がある雰囲気が全くないんで、あと画面的にも暗すぎるんで、3秒後に僕がラーメンを食べてるかどうかで皆さんまたお会いしましょう。Yeah, such a clap. And I start to clap, 'cause I'm feeling good.